Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今日はですね、現場、教育現場での禁止用語についてお話します。よろしくお願いします。えー、最近ですね、あのー、まあ、あの、先に言っちゃいますけど、あの、グローバル化が進んでね、あの、生徒にハーフの子が増えてきたんです。ハーフって禁止用語なんですよ。 はい。これがね、私にとって今ちょっと一番難しい問題でして、あの、ちょっとお話ししてみようと思います。あのー、明らかなる、あのー、身体的なね、ことについての、例えば放送禁止用語っていうところを私今ちょっとパソコン見ながら、あの、見てるんですけど、一覧、皆さんもあの、よく見てください。もうこれね、これがダメだったら何も言えないなって思ってます。あのですね、 例えばね、めくらとか、おしとか、つんぼとか、びっことか、そういうのはダメですよ、もちろん。うん、なんですけど、ハーフって、あの、日本人がこと使う場合って、むしろ褒めてませんかハーフっぽくて、綺麗だね、かわいいね、かっこいいね、ねえ、なんかあの、 嫌な気分で私使ったことないなーって思ったんですけど、じゃあどういうふうに言えばよろしいですかっていうふうに管理職に伺いに来ましたら、伺いましたら、外国にルーツを持つ子供とか生徒って言うんですって。で、<laughs> 私的にあまりにも違和感があったので、あの実際に今教えてる生徒で、まあ、ハーフの子ね、えー、と彼は多分、えー、とお父様がブラジル なんかね「君みたいなこのことハーフって言っちゃいけないっていうことなんですけど」って言ってね「なんか外国にルーツを持つ生徒」っていうふうに表現しなきゃいけないらしいんだけど「君はどう?」って聞いてみたんですね。あ男子ですそしたら 僕は全然気にならないって言ったんですね。<laughs> でむしろなんかルーツとか言われてもとかねって言ってたんですけど、皆さんいかがでしょうかあのね、もちろんね、今までのその歴史の中で、あの、例えば、愛の子とかね、とかあの、眠り京四郎みたいに、転びバテレンみたいな。転びバテレンっていうのはあれですよね、あの、眠り京四郎、えっ、ー、と、かつて、 田村雅一さん、そして割と最近ですと GACKT さんがやられたんですけど、まあ、ですから宣教師として来た人なのか、まあ、出島にいた人なのかわからないですけどそういう人との間にできた子どもの、まあ、目が青くってびっくりしたんでしょうねそういう子のことをあの「転びバテレ」っていう言い方をしたんだと思うんですけど古都日本でハーフっていう言葉を使う時には。 むしろ褒めてるなぁと思うの、ね、憧れに近いですよねちなみにあの今エゴイストとそれから「レジェンド・オブ・バタフライ」に出ている、えっと、ブームの宮沢さんっていうボーカルの方の,あの島唄のね、えっと、息子さんであの宮沢ひよさんっていう最近すごく活躍してらっしゃる方あるんですけど。 あの方クォーターなんですって。そのクォーターも良くてハーフはダメなのかとかね。なんかあの、すごく、あの、最近あの、とにかく教育現場にいますと、生徒でものすごく増えていまして、もうあの、まだ今の勤務校は少、まあそれでも少ないんですけれども、まああの、いわゆるもうちょっと私立のこう、開けた学校で教えた時なんかはもう、もうあの、読めないカタカナとか、なんか訳のわからないその、 何、えー、て言うんですかあの普通のアルファベットじゃないわけですよあのちょっとギリシャっぽいのとかロシ,ロシアっぽいのとかこう N がひっくり返っちゃってたりとかね、うん、っていう名前の子とかもいたりして大変だったんですねもう読めませんしねだからあのもちろんあのご両親ともそういう方の子もいたしあのお母様だけとかお父様だけとかね。いやだからもう,あんもう 見るからにハーフなわけですよで綺麗なの可愛いのすっごい可愛くてすっごい綺麗な顔してるのねだから私はちょっとそれには違和感があって毎回外国にルーツを持つ、えー、例えばじゃあマイケル君とかいうのちょっと、ね ちょっと言いにくいなと思ったんです。皆様いかがですか私はね、ちょっとこれにはすごく不思議だなと思ってます。その身体的にさっきも言いましたけど、推しとかめくらとかビっコとかギっちょとかあそういうのはいけないのはよくわかるんですけど、あの、教育禁止用語ですとね、落ちこぼれとかね、足切りとかもダメなんですって。うん。そうきっとゆとりもダメなのかな <laughs> ゆとりって言われるとゆとり世代の子ものすごく怒るんですよ。まあ、ゆとりねって言われるって。 ゆとりでしょって言われるんだ <laughs> やっっててました <laughs> そういう使い方の方がどちらかというと私はあの、えー、差別だと思うんですけどね、はい、今日はあの、はいえー、音楽の話じゃないんですけど教育現場に日々いますとねあのもう不思議なことがたくさんあるんです逆にその教育現場特に指導者として使わなきゃいけない表現というのもありましてねまたそのことについては別の回で撮りたいと思います。 いつも本当にありがとうございます。今日はあの先日もお話ししたそのバナナリパブリックさんっていうところ、これもバナナリパブリックさんで買ったセーターなんですけど、まあこれこうなんですね、本当はね。うん。で、ね、まあ、ゆみ先生顔写さないんだから、あの、スカーフ巻いてみたらって言われたんで、これ先日、藤井風さんの回でこれ巻いて撮ったんですけど、これ、あの、はい。30年前に買ったベルサーチです。この、このマークね。今これあんまり使わないみたいです、この間。 ベルサーチショップに行ったら「このマーク今最近ないよね」っていうお話になってこの以前超おしゃれな男性の先輩でベルサーチしか着ない方がいらっしゃったんですけどその方が「あ素敵ですね」って言ったら「えこのこの模様がねあの中華料理の,あの柄に似てるからえ中華料理の,あのお店でもらったのって言おうと思ってたのに」って言われたことがあっ <laughs> すごくこれをこのスカーフを見るたびに思い出すんです。はい。それでは、えー、こういうね、音楽の話だけではなくて、まあ、学校とかね、そういうこと、き、まあ、綺麗だな、かわいいな、素敵だな、面白いな、びっくりしたなっていうようなこともお話ししていきます。もうすぐ私、誕生日なんです。それまでに888名様目指しております。あの、もしね、あ、面白いなとか、ちょっとこの人、面白そうだから応援してやろうとかね、まあ、いろんな、あの、お気持ち、 で、まあ、見ていただけて、応援していただければなと思います。生徒たちにも、えー、私が、あの、888名様、そして、1000名をね、あのと、あのー、達成するところを、生徒に見せていきたいなと思っております。はい。それでは、また別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching.Thank y for a l w a y s subscribe and highly rate please.So, see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。